ダメです。告知は、さあ皆さんこれを覚えてますか。10本何10種類あって、でそのお店に10個あったんですよ、うん、で、まあ、これは揃うだろうと買ってきたのに、まあ、揃わなかったと。まあね、9種類出たならね、うんうん、おかしいよね。おかしいよねと。ここだけはおかしいと。そして、うん、それをコンプするために1、2、3、この3つでレタス変身前を出してみせる。はい、行きましょう。はい、メイドです、ね、そして、あ、いい、それは、いい、ちょっと飾ろうと思ってね、そう買ってきました、ダイソーで400円。これがセリアで売ってる、はい、あれかな、固定シール、フィギュア用固定シール、下にフィギュア用なの。ああ、そのこれに引けば多分こう動かなくなるかなと。はいはいはい、こういうのね、うん、はいはい、不安定な場所でも倒れにくい。あ、で、まあ、コンプできたらいいよね。行きましょう。いけると思うよ。来た。まず1個目は外れました。外れじゃないですけど。おぶねえ、3個目かと思った今。見ないでください。もうね、見ない。俺は見ない。行くぜ。お？ザクロちゃんだ。まあ俺たちが揃うわけじゃないよね。ザクロちゃんは嬉しいし。そう簡単に揃うわけじゃない。もう俺はそうなんだよ。こう自然にね、あすってあげて、あすって出れば、うわいー、えぇ、まあ、やばい、これ、ハマったぞ、これ。まあ、ハマりましたね。レタスすら出ないと。これ出ないぞ、また。うわー、じゃあ、飾っていきますか。コンプしてないけど。これ、どのとっちゃっていいの、こうやって。いきます。俺じゃあ、はい、そんなこんなで一応全部ね、終わりました。15分20秒、はい、これは開けてるかもしれません。これ飾り方をどうする？ペロン、いちごちゃんを中央にするか、こう右からこう仲間になった順番ごとにこう置いていくか。いやー、まあいちご真ん中かな。真ん中にしますか。
これ何？あ、ブロン。これもビニールがこうついてる。わお。こういう。クソです。で、あれだよね。これ両面がなんかこうベタベタして。あ、なるほどね。あれだよ。地震のほら。まあまあまあ。家具の下に引くあれだよね、多分。すごいね。これを、ここにくっつけちゃうと、はい。そしたら動かないでしょ。ペタンコ。なんか思ったより真ん中行かないや。オッケー、行ってみましょう。それで揺らしてみればいい。ぐるって。ぐらって。めちゃくちゃ伸びるよ、これ。で、真ん中につけて。ペタン。どう？そこが真ん中なのか。わお、素晴らしい。持ち運ぶときによくね、動いてたけど、これいいわ。これいいね。これ大量買いですね、これは。ヘビ。地方じゃない。地方じゃないね、これ。じゃない。でも、とりあえずしようかな。いや、もうちょっと。大体でいいや。なんかセンチないの？センチは。測るやつないっけ？大体でいいっす。はい、行こう。最初に、あ、俺何語った？あー、メイドを手前にした、するか。ごめん、メイド手前にする。メイド手前で。はい、メイド手前で。なんか真ん中のあれないかな。あ、あるな。裏。ここら辺だな。はい。さあ、じゃあどんどんつけていこう。はい、早くり、スタート。じゃあまずは全部バトルバージョンからあれかな。ダメです、僕は壊してしまう。俺は壊してしまう。これもやばい。どういうこと。はい、つけました。はい、見える。見えるるる、うん、るペダン。これいっか。おお、足痛い足痛い。ここにして、ちょうどいい、ちょうどいいじゃん、ちょうどいいじゃん、ね、ちょうどいいよ。よし。早くり。ザクロちゃんここでいいよね。で、プリン。プリンレタスみたいな感じ。あ、それでいいと思うよ、ね、俺は。うん、ここ、そのこれがいいと思う。うん。いや、レタスとプリン逆じゃない？いいのか。プリンからか。いや、どこでもいいよ、別に。あー、わかる、でも。うん。逆にしよう。ここね。そう。一応友達っていうか、学校同じだっけか。この3人があるじゃない？結構仲良しだね。学生で。うん。いや。何？つけたの忘れちゃった。ベタッとつけて。あ、他の、あれもこれにするかな。これいいな。これいいじゃん。これセディアの。19分。19分。早送りだからいいです。じゃあ。あの、作ってるとか早送りだから。で、ザクロちゃん。これ取るじゃん、ヘビ。うん。で、これ、最初指につけるじゃん、こうやって。で、ここにつけるじゃん。うん。ペタって。うん。そう、取れるからさ。ペタンと。おぉ！え、めちゃくちゃいいじゃん。安定していいじゃん。うん。ほら、こうなるとさ、ちょっと、レタスの位置が気になる。すげえ。取れるな、簡単に。ここかな。よし、オッケー。今、イチゴちゃんやってて、ヘビが。じゃあ俺レタスやろうか。やった、取れた。取れた。あ、オッケー。じゃあこれをここだね。いや、くっつけて、で、取る。完璧。
あ、レタスいないっけ。ああ、そうだよ。他ので。ね、これさ、メイドじゃない？メイドです。これメイドだよね。メイド。今の言い方は、それでも街は回っているですね。ホトル。の言い方ですね。気づいたでしょうか。手が震えます。はい。で、口頭で出来上がったかな、はい、ダイヤですね。まあ、こっちを置いて、こう行きましょうか、ちょっと。よいしょ。完成ですね。完成です。で、これ、同じやつなので、何個でも重ねられるんで。素晴らしい。いや、300円の小さいのでよかったかな。300円の低かったからな、悩んだんだよね。なるほど。うん。まあでも出来がいいじゃないですか。ねえ。ディスプレイ。いいね。はい。これが100円です。優しい。ダイソー、全部ダイソーでできます。この計算400円。なるほど。全部ダイソー。あった。でもこれも飾っちゃうよ。こっちのダブリーも。大丈夫です。そのままでいいです。もうこのまま終わりたいと思います。あ、そうだね。だってこれはこれでいいじゃん。そうだね。そこに飾る必要ないよ。他のところに飾ろうよ、それだったら。出た。これ飾ればいいじゃん、これ。どれを？これ。それ飾るの？そう、こうやって。どう？こうやって。ここに。なんで東京ミューミューって書いてあるんだよ、ここに、ほら。こうやってさ。あ、ほんとだ。ここに。こうやって。どうするか。あ、つった。危ない。二つか。まあ、三個ダブらなくてもよかった。これまた挑戦するしかないんだよな。そうね、これあれか、このままこうすればいいのか。取って、うわ、きつい、今これ気づいちゃった。あ、こうすると、ちょっと待って、はまらないな。プリンチはいろんなとこ。中ぐちゃぐちゃになっちゃったな。まあ、これはしょうがないよ、でも。でも何個かだっても可愛いじゃん。正面から見たいな。え？すごいいいね。100円。100円とは思えないね、これ。これ買うよ、また。今日もね、セリア行ったんですけど、なんかリゼロあったよね。異世界カルテってあったよ、ね。あ、あった。なんか増えてますね。増えてるね。あれも、買うか？いや、ちょっときついですね、まだ。でも結局さ、そうだね。あんまりバッチとかは集めたくないんだよ。はい、ね。そう。アクリルスタンドはいいんだけどさ、可愛いから。昔のアニメが、なんか、大々的になんか、最近になってる気がします。うん。うるせえ奴らとか、東京耳もそうですよね。うん。だから、またなんだか出てくるんじゃないですかね。まあ、東京耳好きな人はね、セリア行って、うん、今日見たらあれあった、新しく。うん。クリアファイルとかね。まあ、バッジもあったし、いろいろあった。ステッカーもあったよね。うん。カードもあったっけか。あった気がします。ね。トレーディングカードみたいな。あ、そうそうそう。はい、では皆さんもぜひセリアをね、気になったら、はい、行ってみてください。はい、どうしよう、ありがとうございました。